ノックはもう少し静かに願いたいものだな。で、今頃何の用だね。メフィレスとは何者だ。何のために奴を捕らえようとしている。知りたければ自分で探すがいい。全ては10年前この国で起きた災厄にある。ソラリスプロジェクト。いかにも。メフィレスを捕らえたら私の元へ連れてくるがいい。さすればソラリスの何たるかを教えてやろう。遅かったな。ガラクタどもがたんまりお出迎えしてくれたもんでな。エリスはどこだ。まあそう焦るな。ソニック、おっと動くなよ。でカオスエメラルドは。そこに置け。ポチッとな。無駄だ。その力には抗えぬよ。時を歪め因果を制御するシステム、ソラリスのプロトタイプだ。時の彼方で果てるがよい。ご安心を。死んではいません。まだ。彼らはあのシステムによって異なる時間軸へ転送された。遥かなる過去か、あるいは未来か。だがあのマシンはまだ不完全です。完成させるにはそうあなたの力が必要だ。私？さよ。奇跡の宝石カオスエメラルドとそれ穴の王女たるあなた。すべてが揃った時、かの最悪の炎が復活するのです。私はその力でもって世界の因果を滑る王となる。もう逆らおうなどと思わないことですな。